穏やかな日差しに包まれたマツダズームズームスタジアム広島です。星野監督率いる東 EC が星野監督率いるシーバウィンを迎えての一戦です。解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。打球がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。川上さん、先発投手としてはまず立ち上がりうまくリズムを作っていきたいところだと思うんですが。そうですね、まあ、そうなってくるとやはり先頭バッターを抑えて初回に流れをつかんでおきたいところですよね。立ち上がりはどんな投手でもやはり不安はあるんでね。そうですね、さあどういった投球を見せてくれるのでしょうか。初球空振りです。さあ2球目は何か。ワンボールワンストライクです。次が3球目。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、アウト、ワンアウトです。2番セカンド、ワン、背番号5。バッターは2番に入っているワングアンシー。阿久、まずは先頭バッターを打ち取っています。阿久、ソンジージェンのバッテリーをシーバウイン打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。変化球タイミング合いません。打ちました、同じようにセカンドゴロ、セカンドが取る、2アウトになりました。バッターは3番センターのレオミンション。2アウトランナーありません。赤星さん、先発立ち上がりの印象としてはどうでしょうか。いや、いいですね。言うことなしの立ち上がりですね。なるほど、そうですね。初球ボール、ストライクになります。インサイド落ちました、打ち上げた、最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。シーバウイン三者凡退です。OEC のスターティングラインナップです。1番レフトチャンタイチェン、2番ファーストジェンバイシェン、3番センターにはカスティーヨ、4番サードラウレアノ、5番指名打者にはローミンチン、6番ライトチェンジェンシェン、7番ショートローゴージャン、8番キャッチャーツォンジージェン、そして9番セカンドはルーエンセンです。対するプロ1年目シーバウィンのフランシスコが先発のマウンドに上がります。2024年に入団の28歳、初回立ち上がりシーバウィンに流れを引き寄せることができるのでしょうか。チャンタイチェンが打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました、真ん中打ちました。3球目は何で来るか。3球目見送っています、ボール、ライト方向流しました、抜けました、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ先制のランナーが1塁です。バッターはジェンバイシェン。川上さん、
きなり立ち上がり捉えていきましたね。やっぱり先頭バッターが出るっていうのがね、相手ピッチャーからしたら一番嫌なことなんですよね。だからかなり効果的だと思いますよ。なるほど、そうですよね。いきなり牽制、一塁はセーフ。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。バッターは3番カスティーヨ。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。さあまず1球目アウトコースボール。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。併殺狙い、インコースに攻めてきました。外の低めです。インコースに切れ込む変化球、フルカウントになりました。引っ張った、ライン際入った。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。おいしい、1点を先制しました。1対0、なおもチャンスです。さあご覧いただきましょう、見事なタイムリー。いや見事なバッティングでしたね。追い込まれてましたけど変化球によくついていきましたよね。初回からの先制点タイムリーで挙げています。バッターラウレアの遠いシーン、この回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。いい感じでつながってますんで切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。これではバットが出ません。ストライクです。ワンボールワンストライク。インサイド落ちました。ファウルになります。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。低めはボール。見逃し三振、ランナー釘付け。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから期待していいと思いますね。はい、その期待のかかるローミンチンがバッターボックスです。初球から思い切って振ってきましたローミンチンです。ワンボールワンストライク。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました、高いバウンド取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。遠いシーン、見事な攻撃でした。1回終わりました、1対0、遠いシーン先制です。2回の表、打順は4番ジョージ。さて今日は外国人ピッチャーが共に両先発ということになりました。先発はアキュー。初球ヒー、高い打球センターへ。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは5番のチュジーエン。まずは先頭のジョージを打ち取っています。アウトコース、空振りです。
これは低いところに持ってきました。次が5球目、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。サードが構えます。取ってツーアウトです。バッターは DH リーツォンフー。ツーアウトになっています。これが1球目、初球ボール、打ちました。ショートが取る。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。シーバウイン反撃したい場面でしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードは遠いし、2回裏に入ります。バッターは6番のチェンジェンシェン。遠いし1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。さてバッターのチェンジェンシェン、どのようなタイプのバッターなんでしょうか。長打短打打ち分ける器用なバッターですよね。ああそうですか。インサイド落ちました。先頭バッター出ました。コウイーシー、ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスにはロゴージャン。川上さん、この回も先頭打者が出ましたね。先頭が出ると出ないでは全然違うんですよね。まあいいリズムを作れているんじゃないですかね。なるほど、そうですね。バントしました。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。そして打席にはソン・ジージェンが入ります。さあワンアウトになりましたが、追加点のチャンスです。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですね。これが初球、いいコースですが外れています。次が2球目、タイミングややずれています。高めのボール、わずかに右に切れました。ファールボール、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。一本欲しい場面ではありましたけど、まあ次でしょう。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。その期待に応えてほしい。ルーエン戦が打席に入っています。さあ初球は何か。バッテリーとしてはこのボールゾーンの変化球に手を出してこないというのは嫌な感じなんでしょうか。そうですよね、まあここを見逃されるとどうしてもストライクを入れていくことになりますからね。やっぱり甘くなってしまうんですよね。なるほど。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。三塁ファールフライ、このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ランナー出ましたが遠いし得点はありませんでした。2回の裏1対0、1点リードは遠いし、
川上さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか？調子がいい時のボールではないと思うんですけどね、きっちり丁寧に投げてる印象がありますよね。なるほど。初球ボール、2球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。いいボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。今のストレートは勢いがありましたね。外のストレート空振り、力のあるボールでした。2ボール2ストライクです。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか？そうですね、ここは初球慎重にいきたいですよね。狙ってくることが多いバッターですからね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。小さく変化させました。低めの変化球です。速いボールで追い込んでいます。この球は外れています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。ウーウェンセンが掴んで2アウト。バッターは9番に入っているグーコーチェン。2アウトになっています。初球は何で来るか。初球ボール、スライダー外れます。ボール先行です。インコース決まった。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。このバッターを出すと同点のランナーとなります。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。チーバウイン反撃したい場面でしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、遠いし1点をリードしています。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。打ちました。打ちました。これはどうだ。ガイルス一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。バッターボックスは2番のジェンバイシェン。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ここはさっきの失敗を挽回しておきたいですよね。そうですよね。先頭バッターのチャンタイチェンを抑えてワンアウトになっています。ボールになります。2ボール1ストライク。打ちました、流しました。これはどうか。グーグーチェン、アウト、2アウト。バッターは3番のカスティーヨ。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやあれは見事なタイムリーでしたよね。はい、ここもね、気を緩めずに集中して自分のバッティングを心がけてほしいですよね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。追い込まれています。平行カウント
改めてここからが仕切り直しです。これでフルカウント、次が勝負の1球。打ちました、センターの前、あっという間にセンター前へ。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。バッターボックスは4番のラウレアノ。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。打ちました、ボテボテ。ショート前に来る、前に来る、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが遠いし得点には至りませんでした。3回終了、1対0、1点リードは遠いし。先発の阿久ですが、ここまで打者9人と対戦し、まだ1人のランナーも許していません。回は4回の表、先ほどの打席セカンドゴロの1番チェングエイジャン。遠いし1点リードで迎える4回です。最初は変化球できました。この球は外れています、ボール先行です。引っ張った、さあどうだ、打球を追っているが、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。同点のランナーを背負った場面です。まあここはバッテリーがどういう配球で攻めていくかは重要になってきますよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の阿久、この状況にどう対応してくるか。最初は変化球できました、ランナーを背負ってのピッチング、変化球打った、ファウルです。これが3球目、ボールになります。さあ4球目は何か、外の球打った、ショートの右掴んだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。結果的にランナーを進められた形になりましたよね。さあこの場面で打席には3番のレオ・ミンションが入っています。ここはね、欲を言えば三振が取れるといいですけどね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。これが2球目、ここもスライダー、外に逃げていきます。ここも外れます。川上さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。まあここは間違ってもストライクゾーンに行かないようなボール球でうまく抑え、ストレート右に切れてファウル。まあ、状況的にはね、三振が理想なんでね、狙っていっていいと思いますよね。レフト線へ持っていった、大きな打球だ、サードランナーがホームに帰ってきました、ヒットになった、バッターランナーは二塁まで進みました。打球のストレートをうまく捉えました、見事なタイムリーツーベース、1対1、さらにピンチが続きます。先ほどのシーン、阿久、ここでレオ・ミンションに同点打を浴びています。ここで追いつかれました、同点です。追いつかれましたけどね、なんとか気持ちを切らずに踏ん張ってほしいですね。さあこの場面、4番のジョージがバッターボックスです。初球ボール、さあ2球目は何か、低め決まってストライク、なかなかタイミング合いません、ワンボールツーストライクです。ボールになります。まあ、球数もそれほど多くありません。変化球打った、ショートがよく抑えた、アウト、スタンドのファンも沸いています。ツーアウトランナー三塁と変わります。
バッターは5番ファーストのチュジーエン。遠いし、この回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。まず何を投げてくるか。初球から行きましたが空振り。速いボールで追い込みます。ボールになります。一球外して平行カウント。さあ何で決めてくるか。今のストレートどうご覧になりますか。まあいわゆる釣り玉でしたけど。変化球打った、ボテボテのセカンドゴロ、抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。チーバウイン、貴重な得点が入りました。1対1、チーバウイン同点に追いつきました。遠いし、4回裏の攻撃になります。先ほどの打席ショートゴロの5番ローミンチン。遠いし、同点で迎える4回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。高め空振りです。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ツーボールツーストライク。低めに外れてボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。流しました。これはどうだ。サードの左抜けました。先頭バッター出ました。遠いし、ノーアウトランナー一塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターはチェンジェンシェン。川上さん、このバッターの前にランナーを置けたのは大きいですね。いや、相手ピッチャーからしたらそりゃ嫌な雰囲気になってますよね、もうすでに。いや、そうですよね。ボールになります。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ライト方向を流しました。一、二塁間を破る。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。そうですね、逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。そしてバッターボックスにはドーボージャンが入っています。さあ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越せれば終盤戦いやすくなりますね。なるほど、そうですよね。送りバントだ。あーっと上げてしまった。ピッチャー取った。三塁フォースアウト、ゲッツーは免れました。二塁はセーフ。そして打席にはソン・ジージェンが入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、チャンスはまだ続きます。こういうチャンスを逃すと流れが向こうに行ってしまいますから、しっかりものにしておきたいですよね。ジャストミート、ここは打ち上げています。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁になりました。そしてバッターボックスにはルーエンセンが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。こういうチャンスを逃すと流れが向こうに行ってしまいますから、しっかりものにしておきたいですよね。なるほど、そうですよね。初球から思い切って振ってきました。ルーエンセンです。切れました。ファウルボール。今のスライダーは難しいボールでしたね。狙っていったんでしょうけど捉えきれませんでしたね。ええ、釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。インドを見送っています。フルカウントです。
セカンドランナーホームイン。ルーウェン戦勝ち越しのタイムリーヒット、2対1になりました。さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや見事なバッティングでしたね。ゲームは中盤です。まだイニングは残っています。さあリードを開いていけるんでしょうか。そして打席にはチャン・タイチェンが入ります。さあチャンスが続きます。ここも攻撃の手を緩めず、まだまだ点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。これはバットが泳ぎます。低め打った、サード正面取った、そのまま三塁に入ってスリーアウト。遠いし貴重な得点が入りました。4回終わって2対1ポイーシー、1点リードと変わっています。さあ赤星さん、回も5回という勝ち投手の権利がかかるイニングになりました。阿久、そうですね、ここまで悪くないペースで来てますから、特に意識せず自分のピッチングを続けてほしいですよね。そうですね。ワンボールワンストライクです。低め見送っています。インサイド落ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。遠いし同点のランナーを背負った場面です。まあここで失点するかしないかがこの試合の一つのポイントになるでしょうね。そうですよね。さあそのマウンド上の阿久、どういったピッチングを見せるのか。低めの球ストライク、ノーボールツーストライクです。この高めは外れます。このピンチ見事三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。同点のピンチだったんですが、なんとかワンアウトです。いい形でアウトが取れましたね。まあアウトは取りましたけど、ここで集中を切らさずに行きたいですね。無失点でこの回を終わりたいですよね。そうですよね。さあこの場面で打席には8番のチェンジーシンが入っています。初球は何から入ってくるか。まずは見送ります。ワンボール。ボール先行。次は入れていきたいところ。ボールになります。ストライクが入りません。ファウルです。ここはもう一つスライダーでもいいんじゃないですかね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球打っていった。面白い当たりになった。セカンドランナースタート。三塁へ送球する。ツーアウトランナー三塁と変わります。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。さあこの場面9番のグー・クオチェンがバッターボックスです。ツーアウトながらランナー三塁、バッターボックスにはグー・クオチェン。なんとしてもここで止めたい。マウンド上は9、外を狙っていきました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。このピンチ見逃しで三振を奪いました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。シーバウイン一打同点かという場面でしたが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1ポイーシー、1点差を守っています。今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ見ていてね、両投手も緊張感が十分伝わってきますしね、いい展開でここまで来てますよね。そうですね。このまま勝ちにつなげることができるんでしょうか。
変化球持ってきました。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。ツーボールツーストライクとなりました。なんとか粘って出塁したいところ。次の投球が今日の80球目。変化球空振り、ワンアウトです。打順は3番カスティーヨ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。はい、今日はいい調子で来てますからね。ここで打って猛打賞ですよね。さあここも打っていけるか。フランシスコ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め打ちました。まあちょっと振り遅れ気味なんですよね。このままストレートで押していくかもしれませんね。なるほど。さあどう攻めてくるのか。インサイド落ちました。これもファウル。またファウル。川上さん、このようにバッターがファールでしのいでいきますと、徐々にピッチャーというのはボールも甘くなってきたり、根負けというのもあるわけですか。まあこういうところで打ちました。流しました。高い打球レフトへ。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは4番サードのラウレアノ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さあバッターボックスに入りますラウレアノ、ああやってね、前のバッター初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ラウレアノ、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー二塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。いや難しいボールでしたよ。バットコントロールがお見事でしたね。トウイーシー、追加点のチャンスを迎えています。いやこの辺りで追加点が取れれば非常に効果的ですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはローミンチンが入っています。まずは簡単にストライクが来ました。次が2球目。三塁線、ストレート外れました。次が4球目。2ボール2ストライクです。アウトロー外れます。3ボール2ストライク。インサイド打った。セカンドの右、抑えた。アウト。これはビッグプレー。ランナー出ましたが遠いし得点はありませんでした。5回終わって2対1、遠いし1点をリードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏ワンアウト1塁の場面、迎えるは3番カスティーヨ。フルカウントからのタイムリー、遠いし先制します。4回の表同点のピンチ、3番ヤオミンション。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。 OEC ここで追いつかれました。ランナー3塁のピンチだったんですがここは内野ゴロに打ち取ります。勝ち越しを許しません。その裏、勝ち越しのランナーを置いて9番バッタールーウェンセン、ラストボールきっちりと捉えました。 OEC ここで勝ち越します。5回の表このピンチの場面、力のこもったボールで三振に切って取ります。同点のピンチをし、今日は非常にコントロールがよくストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。打順はトップに帰ってセングエイジャン。
はい、さっきはストレートを打たれたんですよね。まあここは変化球で様子を見るっていうのもありですよね。なるほど。このインサイド打ち上げました。ここはフライになっています。上がりすぎました。レフトが取りました。バッターは2番セカンドのワングアンシー。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。さあネクストに控えるのは一発のあるリャオミンション。ランナーを出すと次ホームランで逆転という場面、ここは抑えておきたいところ。外に逃げていくボールよく見ています。速いボールで追い込んでいます。これが5球目。わずかに入りません。3ボール2ストライクです。次が80球目になります。見逃し三振。こちらが先ほどの配球になります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ワンボールワンストライクです。さあ3球目は何か。速いボールで追い込みます。打ちました。ショート取った。一塁アウト、スリーアウトです。チーバウイン反撃したい場面でしたが、ここは三者凡退に終わって、6回の裏、今日は2打数2安打のチェンジェン戦当たっています。はい、今日はいい調子で来てますからね。ここで打って猛打賞ですよね。さあここも打っていけるか。遠いし1点リードで迎える6回の攻撃です。川上さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、まあ、あと1点取って2点差にすればだいぶ余裕も出るのでね、やはり追加点が欲しい場面ですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。なんとか粘って出塁したいところ。打ちました。ガイルスアウト、ワンアウト。打席には7番バッターローゴージャン。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。フランシスコ、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送っています。2球目は何で来るか。不明の変化球は決まりません。ボール先行です。引っ張った。この打球はフライになっています。セングエイジャンが掴んで2アウト。打席には8番バッターツォンジージェン。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。2アウトになっています。ワンボールワンストライク。ファウルになります。2ボール2ストライクになりました。さあ5球目は何か。これ
これで3ボール2ストライクフルカウントになっています。変化球空振り、3アウトチェンジ。遠い石3人で攻撃を終えています。6回終わって2対1、1点リードは遠い石。川上さん、ゲームは終盤7回に入っていくわけですが、やはり1点差なんでね、ノーアウトでランナー出してしまうと一気にひっくり返される可能性もありますからね、先頭バッターをどれだけしっかり抑えていけるかっていうところがね、注目ですよね。なるほど。ワンボールワンストライクです。さあ9、これで追い込んだ。インコース変化球決まりません。次は決め球で勝負ですね。なるほど、そうですか。インサイド、打球は右中間へ。ここは打ち上げています。カスティーヨ抑えてワンアウト。バッターは5番のチュジーエン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずは先頭のジョージを打ち取っています。はい、次はね、厳しいところにしっかりコントロールをねしないといけないですよね。はい、次が3球目。低め厳しいコースですがボール先行です。インサイド落ちました。ファウルになります。高めのボール切れました。ファールボール。まあストレートを続けてもいいでしょうね。なるほど。引っ張った、ヒットになった。ジュジーウェン、ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド外れます。ここは低めのボールでゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。このバッターを出すと逆転のランナーとなります。まあここは普通は打ってこないカウントですけどね。低めのボール打った。これはいいところに飛んでいる。ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。さあ遠い石、イニングの途中、ここでピッチャーの交代です。先発の秋に代わって東風民がマウンドに上がります。星野監督、7回表2アウトの場面ですが、東風民に変えてきました。打順は7番ガイルス。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。変化球が低めに外れます。4球目は何で来るか。変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがシーバウイン、得点には至りませんでした。2対1、遠い石1点差を守っています。さあ試合は7回裏、シーバウイン、ここで投手の交代です。フランシスコに代わってチョーチーチェンがマウンドに上がります。2対1、1点差ビハインドの場面ですが、ここはチョーチーチェンに託しました。アウトコース見送ってストライクです。ワンボールワンストライク。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。
打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッターチャン・タイチェン、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。空振りです。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。ボールになります。高め打ちました。変化球ボールになります。ノーボールツーストライクからフルカウントになります。アウトコース打ちました。ファン・グアンシー、ツーアウトになりました。バッターは2番のジェンバイシェン。先ほどはシンカーで空振り三振に倒れました。今日ここまでヒットは出ていません、ジェンバイシェン。まあ焦る気持ちもあるでしょうけど、冷静に狙い球を絞ってじっくり行った方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。ツーアウトランナーありません。3球目は何で来るか。打ちました。高めのボール打ちました。左中間へ打球伸びる。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。遠いし三者凡退です。7回終わって2対1遠いし1点をリードしています。これから8回表遠いし、ここでピッチャー交代です。東風民に代わってセットアッパーのミッケルセンがマウンドに上がります。さあ1点差のリードを守っていきたいこの場面、どういった投球を見せるのでしょうか。打順は8番チェンジーシン、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。遠いし1点リードで迎える8回です。高め空振りです。打ちました。ファウルになります。ツーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは9番のグーコーチェン。先ほどはシーバウイン同点チャンスの場面、ストレートで見逃し三振に終わっています。ワンアウトランナーありません。直球ストライク。ノーボールツーストライク。これが3球目。真ん中打ちました。よく見ましたね。次が5球目。打ちました。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。前の打席はレフトフライでした。バッターのツェングエイジャン、ツーアウトになっています。初球はボールになりました。これが2球目。ボールになります。ボール先行です。自由自在のピッチングを見せます。これが4球目。ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。
めのボール。インサイド落ちました。入れました、ファウルボール。ツーボールツーストライクです。インサイド打ち上げました、レフトへ打球伸びる。チャンタイチェンが掴んで3アウトです。シーバウイン反撃したい場面でしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対11点リードは遠いし、試合は8回裏1点差を追うシーバウイン。ここでピッチャー交代、ジェームスがマウンドに上がります。これ以上点は与えたくない星野監督、ここはチョーチーチェンからスイッチしてジェームスに任せます。さあビハインドのマウンドで監督の起用に見事応えることができるでしょうか。カスティーヨがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。遠いし1点リードで迎える8回の攻撃です。赤星さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。もちろんそうですよね。この辺りでの1点は重くのしかかってきますからね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。なんとか粘って出塁したいところ。フルカウントになりました。高めのボール、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。はい、さっきはいいバッティングをしましたよね。はい、いい感じでボールを捉えてますからね。ここでも期待できるんじゃないですか。期待しましょう。ワンアウトランナーなしです。インサイド見送っています。ボールになります。ボール先行です。ファウルになります。打ちました、ショートゴロです。取った、一塁へ。アウト、ツーアウト。バッターは DH ローミンチン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高めの変化球から入りました。アウトロー見送ってボール。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ4球目は何か。いや、よく見極めましたね。素晴らしい選球眼ですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。よく見ましたよね。選球眼がありますね。はい、低めわずかに外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。追い込まれてからよく選びましたね。遠いし、ここでダイソーを送ります。前の打席はショートゴロでした。バッターのチェンジェンシェン、フォアボールのランナーが出ています。打ちました、ピッチャーゴロ。取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが遠いし得点はありませんでした。さあ試合は9回表、遠いしはピッチャー交代です。ここでミッケルセンに変えて、やはりこの人、守護神のブランディを投入です。さあこれから9回、シーバウイン代打を送ります。バッターボックスには代打のチャンジェンシェン。遠いし1点リードで迎える最終回です。
さあネクストに控えるのは一発のあるリャオミンション。ランナーを出すと次ホームランで逆転という場面、ここは抑えておきたいところ。さあ2球目は何か。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる、ライト掴んでワンアウト。先ほどの打席はショートゴロ、3番のレオミンションです。ワンアウトランナーなし。さあ守護神のブランディが相手打線の前に立ちはだかります。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ、ここはフライになっています。ライトが取りました。2アウトです。バッターは4番のジョージ。今日はまだ当たりがありません。赤星さん、今日はヒットを打たせてもらえていませんね。まあ一発のあるバッターなんで、ここまで打ってないとはいえ油断はできませんよね。そうですね。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。2ボール1ストライクになりました。打った、破っていった。ジョージヒットが出ます。2アウトランナー1塁。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。さあこの終盤1塁には同点のランナーです。バッターボックスにはチュジーエン。赤星さん、この選手の前にランナーを置きたくなかったですね。打ち上げました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。右中間へのヒット、これでマルチヒット。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。打席には6番バッターのリー・ツォンフー。遠いし連続安打でランナーを背負っています。いやー連打されてるんでね、ちょっと間を取った方がいいかもしれませんよね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ内のボール打った、これは面白い当たりになった。この打球はフライになっています。最後は外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。遠いし僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。遠いし接戦をものにしました。一方のチーバウイン、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは遠いし見事勝利を収めています。今日の解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。